阿蘇九十国立公園阿蘇九十国立公園は、熊本県と大分県にまたがる、九州中央部に位置する国立公園である。1934年12月4日、阿寒国立公園、日光国立公園、中部山岳国立公園、大雪山国立公園と共に指定された。1986年の改装以前は、阿蘇国立公園と呼ばれていた。 熊本県の旧名である、日の国の由来と言われる阿蘇山と、大分県にあり、九州本土最高峰の中岳を有する九十山を中心とする国立公園である。総面積72,678ヘクタール。当初から九十山周辺も含まれていたが、阿蘇国立公園の名称で指定された。1953年には、山並ハイウェイの整備を前提に、 沿線となる湯ぶ竹、鶴見学、高崎山を拡張して1986年には、大分県知事及び当時の関係七市町村の陳情を経て、阿蘇九十国立公園と改称された。なお、九十がひらがなであるのは、九十と住見の両地区での議論を踏まえてのものである。環境省は、特徴の一つに火山地形を挙げている。辻湯温泉や、 長湯温泉など温泉が点在するほか、大岳及び八丁原に地熱発電所が建設されている。天然記念物に指定されていた国造神社の定夜の杉が知られるほか、九十山周辺の苔もも、大船山周辺の三山霧島、スズランなどの鉱山植物が見られる。高原地域には桜草、林道、木ご体などが群生。また、 特別天然記念物の日本カモシカが生息している。アソカルデラ、アソ山、九十三、ユブ岳、鶴見岳、アソゴ岳の一つ、中岳の樋口牧野と峠から見た九十連山、利用者数は2008年。指定区域の地図以下は、市町村合併を反映した2006年5月、現在のものであり、指定当時とは、名称が異なる、自治体も含まれる。ありがとうございます。